あ、こんにちは、カズです。今日は、紹介 するの忘れてたわけじゃないんですが、ちょっと前に OMC の新作が入ってきてましたので、ご紹介させていただきます。はい、まずこちら、ドローコードパンツですね、値段が 44,000円。OMC が毎回出してる、シンプルなパンツです。はい、ウエストがゴムになっていまして、ここがドローコードで、絞って結んで、履いていただく、パンツになります。はい、でポケットは3つ、両サイドに、1つずつと、後ろに1つになります。はい、で生地はポリエステル 100% で、メイドインイタリーになります。はい、では履いてみたいと思います。はい、いかがでしょう。身長168cm、体重が 52kg で、XS サイズを着用しております。はい、横で後ろ、はいです。はい、すごい履き心地いいです。で、ポリエステル 100% なんでシワになりにくいというか、ほぼならないのかな、これ。うん、シワになりにくいで、すごく、美しいシルエットとなっております。シワにならない分、常にこうストンとま、ね、っすぐ、裾にかけて、落ちてくれるので、すごい綺麗なシルエットを保つことができます。はい、パンツは以上です。はい、続いてこちら、システムシャツ、58,500円に消費税になります。はい、毎回 OMC が定番で出してるこれで4シーズン目。になります。はい、で、生地は確かポリエステル、生地はポリエステル 100% になります。で、背面にこういった、プリントが施された、シルク 100% の、布が貼られております。はい、でこれは、毎回このシートが変わるんですけれども、今回のは、今回のアート作品はジョージ・フェデリック・ワッツ、1817年から1904年に、活躍された、画家の、ホープという、題名が付けられた作品となっております。はい、で、説明は、視力を失った少女が小さな星の上に座り、弦が一本になってしまったボロボロのハープの音色に、耳を傾けているという、作品で、題名がホープ、なぜかホープということになっております。はい、うん、すごいいいですよね。星の上に少女が、視力を失った少女がハープに耳を傾けているという作品でございます。はい、では、着てみたいと思います。はい、どうでしょう。身長168cm の体重が、52kg で、サイズ M サイズを着用しております。はい、で袖は、スナップボタンで開閉できて、全てスナップボタンなので、ポチポチポチと止めていただくと、あ、一番上だけ、ボタンですね。一応こう解禁になるというボタンの仕様となっております。はい、 M サイズでこんな感じです。はい、どうでしょうか。すごいいいですよね、これ。毎回出てるので、これ毎回集めたくなりますね。来季も出ます。はい。こんな感じです。はい。はい、続いて、
ちなみに仕様としては一重です。一重仕立てです。裏地がありません。で、ポケットが両サイドについております。サイドの縫い目に沿ってポケットがついてます。はい。はい、以上です。はい、続きまして今僕が着てる白シャツを、ご紹介します。こちらも OMC の、シャツです。身長168センチの体重が52キロで、あれ S サイズを、S サイズS サイズを着用しております。はい。で、手を広げるとこんな感じです。はい。大きくもなく小さくもなく、です。はい。で、前にもうここに大移動って書いてあるんですけど、このプリントの写真家の作品とのコラボレーションアイテムとなっております。はい。でこちらの、写真家は大道さん、大阪出身の森山大道さん、の作品となっております。はい。ちょっとこうウィキペディア読みながら言いますね。はい。日本写真批評家協会新人賞、日本写真家協会年度賞、第44回毎日芸術賞受賞、ドイツ写真家協会、ドイツ写真家協会賞受賞、ハッセルブラッド国際写真賞などを受賞、日本のみならず海外でも高く評価されている、写真家とのコラボレーションです。はい。で、この方は、1938年の10月10日生まれなので81歳です。はい。で白シャツ、これの他にあ、一応この犬のプリント、題名はないんですけれども、三沢の犬という題名が勝手につけられているそうです。この写真が世界的に有名だそうです。はい。で、同じ白シャツで、こちらの写真、女性の手の写真ですね。人差し指の爪がなくて、ないんでしょうね、多分なくて、その上に絆創膏が巻かれているのかな、テーピングされている、写真となっております。はい。こちらもごめんなさい、ボディはコットン 100% です。すごく上質なシャリ感のあるコットン 100% で、この写真の部分はシルク 100% となっております。はい。こちらの写真、こちらの、作品も前に大東、OMC と書いてあります。はい。値段が、5万3000円に消費税、それぞれ、僕が着てるタイプと、このタイプと同じ値段となっております。そして、三沢の犬プリントで、パーカーフーディーもあります。スウェットフーディーです。はい。細めのドローコード付きで、前に細かく OMC、森山フォト、ファンデーション、住所が書いておりますね。千駄ヶ谷とか書いてあります。はい。着てみます。はい。まず、値段が7万2000円に消費税で、生地はコットン 100% で、裏地は、裏毛肝となっております。はい。秋冬に最適な裏毛肝です。はい。で生地感的に結構なヘビーウェイトです。かなりしっかりしてます。目が詰まってます。
はい、すごい着心地いいです。目詰まってるんですけど柔らかい、ごわつき感がなくて柔らかいです。はい、で後ろはこんな感じです。はい、手を広げる、はいはいはい、着用サイズはこれで M です。身長168センチの体重が52キロで M サイズを着用しております。はいはい、フーディーは以上、三沢の犬以上。はい、続いてこちら、今着てるフーディーと同じ生地を使用した、クルーネックスウェットとなっております。前に OMC で、後ろには、シャツでもあった女性の、手のプリントで、下に、OMC 大道森山、フォトファンデーション、住所が書かれております。はい、で値段が6万3000円に消費税です。はい、では着てみたいと思います。はい、こんな感じです。身長168センチの体重が52キロで M サイズを着用しております。先ほどのパーカーと同じサイズを着用しております。はい、手を広げるとこんな感じです。若干大きめです。はいはいはい、これ僕狙ってます。ちょっともうちょっと涼しくなったら買おうと思っております。はい、以上。はい、続いてこちらですね。これはスウェットではございません。ロンティーです。かなり生地が分厚いというか、まあかなりしっかりした、生地感の、ロンティーになっております。はい、で前は無地で、後ろがこちらですね。はい、でっかく OMC って書いてありますが、その上に、電球ですね。裸電球の写真ですね。日本家屋の、はい、で袖に、袖にこういった、プリント、OMC 大道森山、フォトファンデーション、の住所となっております。はい、値段が4万6500円に消費税となっております。はい、では早速着てみたいと思います。はい、どうでしょう。身長168センチの体重が52キロで L サイズを着用しております。はい、手を広げるとこうです。はい、後ろはこうです。はい、手を広げるとこうです。はい、普通のロンティーと全然違います。かなり生地がしっかりしていて、ガシガシ切れます。はい、非常にいいです。この袖のプリントと、あとインパクトのある、ロゴと、裸電球の写真が哀愁漂う写真、作品となっております。はい、森山大道さんの、作品とのコラボレーションは以上になります。はい、以上というか、まあ、OMC 今回の、入荷分の、ご紹介は以上となっております。ではバイバイ。